日の店、株式会社ハングリータイガーは、神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川に所在し、横浜市を中心とした、店舗展開を行うファミリーレストランチェーン店。アメリカのコネチカット州に所在する、ザ・ハングリータイガーとは、無関係。1969年、横浜市保土ヶ谷に一号店を開業する。当時このオリッジは、人里離れた丘陵の頂上といった印象で、 店舗の形態も自動車での来店を前提とした駐車場付きの郊外型店舗であった。これは日本初の郊外型ファミリーレストランとされるスカイラーク1号店の開業より1年先んじている。1980年代後半にはバブル景気によって店舗の拡大を開始。江ノ島、茅ヶ崎、高津などの高楽地や本木、館内といった中心街、さらには 東京にも進出し、店舗数は30を超え、神奈川、横浜を代表するステーキ店として、なお馳せた。2000年代初頭には O-157 による食中毒事件により、長期の休業を余儀なくされ、1号店を含む主力3店舗のみでの再出発を強いられたが、その後再び少しずつ店舗を拡大している。主力メニューは、 つなぎを使用せず100%牛ひき肉と塩のみで形成され炭火で焼かれるオリジナルハンバーグステーキで1969年の創業時より提供されているこのようなハンバーグを提供する店舗として長らく数少ない存在であったが近年この形態に習ったハンバーグチェーンが各地に誕生している一部のメニューを除き客の前で 接客担当者が半分に切り分け、ソースをかける、最終調理を行い客は、ソースなどが跳ねないように、紙ナプキンを広げて持ち、その工程を楽しむという演出を、日本で初めて行い、現在に至る。紙ナプキンとは別に荷物や服にソースなどが、かからないように布ナプキンも用意している。長らく、レアステーキなど高級感を売り物にしてきたが、食中毒騒動と、 客単価の下落のため収益が悪化、手軽な価格帯のメニューに再編成したが、最近では各メニューの値上げが相次いでいる。意図的に衝度を下げた店内に訓練された従業員を数多く配置するといった、旧来のファミリーレストランの形態を維持しており、呼び出しボタンやドリンクバーなどのセルフサービス要素は採用していない。オリジナルハンバーグ主なメニューは次の通り、 単品のタッパン、またはライスにドリンクのつく R セットと R セットにスープとサラダが追加された S セット、昼のランチセットがある。一部メニューはテイクアウトも可能。ありがとうございます。